さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々元気です。ミシェルさん、はい、最近就活っていう言葉ね、よく耳にすると思うんですけれども、はい、もう理想のご自分の葬儀って思い描いたりされてますか。あ、そっちね。あ、まあ常にね、うん、何か今から時間も限られてるし、しっかりやらなきゃいけないなっていうのは思ってますけどね、うん、お、さすがですね。就活についてはまだね、うん、もう少し。まだ早かったですよね。まだ早いかな、ご質問するのは。でも早すぎることはないようなんです。はい、今回まずご紹介するのは葬儀という人生最後のステージをお手伝いされていますこちらの企業様です。誰しも訪れる人生最後の瞬間、遺族や親族、そして友人など、その旅立ちには多くの別れが存在している。一人一人形の違う人生最後のステージ、そのエンディングを心からサポートし、誠心誠意使命を果たし続ける男がここにいる。株式会社欅代表取締役森本幸宏。2004年兵庫県加東市でスタートした株式会社欅は、事業の柱となる葬祭業から遺品整理に至るまで人生最後の瞬間に立ち会い続け、地域で一番の低価格でありながら利用者の心に寄り添った究極のサービス業の姿を示し続けている。今回は森本幸宏をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。今日兵庫県からいらしてくださったんですよね。はい、兵庫といっても、そう、皆さん兵庫県というのは日本海 と、瀬戸内海と、はい、両方海が面しているんですよ。はい、ですからこう広いんですよね。はい、で神戸市っていうイメージは皆さん持たれると思うんですけど、はい、神戸市よりも少しこう北側、はい、車で30分ほどのところなんですよ。加東市って言います。兵庫県加東市。加東市の人口が今4万人ほどです。で、あの欅の証券としては、その加東市4万人と隣の小野市、西脇市、加西市とあるんですけど、大体まあ10万人のところがまあ証券になっていくのかなと思ってます。なるほど。はい、始められて今どれぐらいなんですか。はい、創業が2004年ですので、もう10年以上させていただいてます。はい、森本さんが初代。そうなんです。なんですよね。はい、あ、そうですか。はい、私が創業した時っていうのは、ちょうどその葬儀業界の転換期だったようなところもあるんですよ。特にその葬儀業っていうのは、葬儀業界自体がすごくブラックというイメージというんですかね、すごくぼったくりだとかいろいろ言われるような時期があったんですよね。で、実際不透明でした。葬儀業界の費用はすごく不透明で、それを、2000年超えた2005年ぐらいからですね、いろんな業者というか参入したり、はい、2代目3代目だったりという改革時期がちょっとあったんですよね、創業界全体に。で、その時に私もちょうど参入したと、そんな感じなんですね。この葬儀業界に入られる前はどういうお仕事されてたんですか。はい、ね、そうですね、僕は実は葬儀業の家に生まれたわけではないですよね。生まれは明石市で、神戸市の西区で育つんですけど、母親で、一人で、で僕は3人兄弟、一番下で生まれるんですよ。実は中学1年からもう新聞配達をしだすっていう、ちょっと仕事はずっとしてきたようなイメージがあるんですよ。で、大学卒業して、普通に大阪のアパレル会社に勤めて、3年間勤めて、こう転勤をしていくところで、加東市に花屋があるんですけど、そこのまあフラワー森本っていうところでご縁があって、まあ僕は養子でそこに入るような形になるんですよ。で、それから、そうです、そうです、そうです。で、それから何年かもう花屋で過ごしていくというか、生きていくってもう思ってたんですね。で、そこで、その今の欅の建物があって、今思いは導かれたのかなと思うんですけど、当初は本当反対してたんですよね。葬儀っていうのは難しいと思ってたので、で結果的にいろんな形をこう皆さんこう作っていってくれたらいいんですけど、最終的には僕一人が創業するという形は、自分にとってはもう全て背負ってやる方がいいと思ったんですよ。その頃特にどんなところ苦労されたんですか。やはりこう
なんとかいいお葬儀をしたいっていうのもこれ本音のところなんですけど、それを続けるためには会社をこう守っていかないといけないっていう、それを24時間365日ずっと考えていってるところがやっぱりその苦労といえばそうかもしれないです。2020年ぐらいにこうかけて30年ってなっていくこの10年後ぐらいですねっていうところはもうすでに始まってるんですけど、その簡素化とか、もうそういったもう今後葬儀業界全体を抱える問題になってくるんですけど、直葬とか密葬とか、直葬という言葉も本当にこの何年かぐらいですよね。そこにこう照準があってお葬儀自体がこうシンプルに、そうです、シンプルという言葉でいいようになる部分もあるんですけど、実際はこんなお葬儀でよかったかなということも実際はあるんですね。供養っていうところを我々葬儀業界がどうこう伝えていくかっていうのもあると思うんですよ。それと同時にその簡素化と低価格化っていうのが葬儀業界にこうダメージがあるんですね。で、2040年が今ピークって言われてます。ピークというのはその死亡人口ですね、170万人ぐらいって言われてるんですね。で他業界から見ると、伸びていく業界だと。で変に参入をされる方もいらっしゃるんですけど、やっぱりうまくいかないんです。なぜかというと、そういったオープンしたからお客さんが来るっていうような業種ではないじゃないですか。こう信用をつなげるのにはやっぱり1年2年でも無理で、言われてきたんですけど、石の上にも3年ではない5年やその時にお付き合いさせてもらっているその業者さんですねには5年は石の上にいるような気持ちではないと多分創業化できないよって言われたんですけどね。でそうやってきてやってきたのが他業界から見てもっといいようになっていくって思われるじゃないですか。でもそれと同時に低価格化っていうことと重なってくるので、で実際 1.3 倍の葬儀件数ですねになったとしても、単価というか下落が激しいので、半分ぐらいになっちゃうんですよね。ということは掛け合わせ、65% ぐらいの売上というたら変なんですけど利益になってしまうので、やっぱり業界自体もちょっとしんどくなってきてるんですよ。ああそうですか。ですから我々の業界で一番その簡単に進めようと思えば、簡素化に合わせる方がいいんですよね。ただそれが本来の姿かなっていうところとのジレンマで、我々はいいお葬儀を求めつつ、簡素化にも対応しつつっていうところが今後どう変化していくかっていう。今欅さんがこれが一番の売りって今特徴とかもあったら教えてもらえますか。そうですね、女性が中心で行っている葬儀っていうことですかね。スタッフさんが、ね、女性が多いんですね。でそうなんです。で男性はどちらかというと裏方というのはまあ24時間体制なので寝台車ですね、病院のお迎えとか、あとは、本当に力仕事もたくさんあるのでそういったところは男性で、表舞台といったら変なんですけど司会とか、そういったお葬儀 その皆さんの場を作るところは女性がやっぱり優しい感じが出ていいんですよね。そして今森本さんは関西でラジオの番組を担当されているんですよね。はい、ラジオ関西っていうところでもう6年ぐらいになるんですけどね、帯の番組で3分から5分の間なんですよ、はい、それを毎週水曜日、夕方に。どういったことを話されてるんですか。基本は、僕自身のこと何でも言ったら変なんですけど、はいはい、そのどういうふうに、企業を運営してますかっていうのが中心の話なんですよ。ただ話が長くなってくるので、お葬儀のポイントであったりとか僕自身のいろんな お話とかっていう話してもらってるんですけど、はい、昔のエピソードから、そうですね、今のエピソードまで、はい、そうですいろんな取り組みの一環として今日スタジオにも一つお持ちいただいたんですけれども、はい、この欅通信、はい、これ見せていただいてもいいですか。はい、年4回、はい、社長の活動も、そうですね、しっかり掲載されてるんです。あ、セミナーも開催されたりしてるんですね。そうですね、セミナー、就活セミナーっていう年に4回で、あとは友引き塾っていうのがあるんですけど、友引き塾っていうのは友引きの日を利用して葬儀の勉強しようっていう形をとって年に、5回ほどですね。あとは、カルチャースクールとか、そういったことで接点をもっと増やしたいっていうことなんですけどね、お葬儀だけではなくてということで、それでまあ欅のことも知ってもらったり、お葬儀も身近にって言うたら変なんですけど、まあ、僕はそのように思ってます。身近に感じる方がいいっていうふうに思ってます。まあ
人間社会の中でね、そうですよね、はい、ご本もあそうです、ね、ご著書も、はい、終わりということで今日お持ちいただきました。もうでも中のデータはちょっと古いんですよね、2012年の当時のどうですかね、葬儀の内容、うん、内容というかデータですねに基づいていろんなことを書かせていただいたんですけど、うん、ただ最後4章まであって最後の4章はあの僕自身のその生い立ちからきっちり書いてます。今日お話できないのはもう話すると多分明後日の朝ぐらいになります。誰しも必ず訪れる最後の時、その瞬間に立ち会い続ける森本幸宏、そんな男が見据える今後の展望とは。厳しい状況に今後なるだろうなとは思ってますけども、僕は33で創業させてもらって53の20年間をこう走っていこうっていう、そうしないとこの仕事はできないなと思ったんですよ。そういったことをこう33から始めた時に区切らないとできなかったんですよね。ですから33から始めて53までは走り続けると、これをもう1年もう1年という形でとりあえずをずっと続けながら、その中でいいお葬儀も一件一件ですね大事に、もう歌ではないですけどオンリーワンという歌がありますよね、それをどう提供できるかを追求し続けることが今後の僕の目標であったり、まあ、夢であったり、もうそれが僕の死生観の一つのうちなのかなとは思ってますけどね。道半ばの森本社長でいらっしゃいますが、はい、では最後に格言を、はい、格言教えてください。僕はこれはあの中学時代からずっとそれなんですけど、心は紳士ということですね。なぜそれを選んだかというと、ボロボロのねあのジャケットをこう2000円で確かその当時スーパーで福袋があって、で僕もアルバイトしてますから2000円で福袋を買ったらもういいものがなくて、で一つだけ黒いジャケットがあって、それがまあボロボロなんですけどちょっとこう愛着があって、で毛がつくんですけどずっと取るんですよ、毎回毎回取ってすぐつくんですよ。でその時にスーパーの中の精肉屋さんで働いた時のそのチーフという方が、いいジャケットやないかと言うんですよね、ジャケットこれいいですかって、実は2000円の、福袋の中に3つか4つあるうちの1つなんで500円ぐらいの価値しかないんですよっていう話をした時、いや価値じゃないよ、君が来てたら感じいいよって言ってくださった言葉が、なんなく僕はこう見栄えじゃないんだなというふうに自分でもうそこからカッコをつけることをやめました。カッコだけじゃないっていうのと、いつでもこう24時間どこからでも駆けつけていけるのとっていうのが多分あったんだと思います。楽だっていうことよりはここだけじゃないと、中身なんだっていうのが絶えずあって、心は紳士ということをずっと持ってます。はい、ありがとうございます。いつまでも本物でそして温かく、これからのご活躍期待しております。ありがとうございました。